1995年以降は民族ごとに構成される10つの州と二つの自治区からなる連邦制となっている。エチオピアのゾーンそれぞれの州はいくつかの地方に分かれる。エチオピアの県を参照。開業制区分として以下のような訳語が用いられる。1993年までのエチオピアの州。1987年から1991年の 行政区画1995年以前、エチオピアは13の州に、エリトリアの独立以前は14州に分かれていた。この分け方は現在では、行政区画ではないが、現在でも位置を表すのに用いられることがある。アルシ州バレ州、ベゲムデル州ガムゴファ州ゴジャム州ハラルゲ州イルバボル、州カフファ州ショア州、シダモ州ティグレ州、ウェレガ州ォロ州エリトリア州、 1993年、独立さらに1942年以前に使われた、歴史的な州の名称についても、位置を示す際に用いられることがある。1935年の行政区画、アガメ州アガウメデル州アムハラ州、ダワロ州デムビア州エンデルタ州ファタガル州ハディア州、イファト州ラスタ州メンス州、クワラ州セミエン州、テンビアン州セレムト州、 せげでしゅうわぐしゅうううえげらしゅう。ありがとうございます。